はい、皆さんこんにちは。ランナムチャンネルへようこそお越しいただきましてありがとうございます。今回はですね、トップランナー経験の第11弾というところでお話をさせていただきます。11弾というもうね、このトップランナーの企画の動画だけでもうサッカーチームが作れるぐらいにはもう数をこなしてきてしまったわけなんですけれども、今回紹介する選手も非常にタイムリーな選手を紹介いたします。今回の選手は先日の北連ディスタンスチャレンジ、もう最近本当この北連ばかりのもう本ネタばかりで本当申し訳ないんですけれども、この北連でね非常にこういいタイムがたくさん出てますので、まあ、この北連で非常にいい成績を残した選手をですね、今回トピックに随時上げさせていただいているわけなんですが、今回の選手は 3000m 障害という種目で日本歴代2位という素晴らしい記録を叩き出した19歳のランナー三浦龍司選手を紹介します。この三浦選手はですね、この19歳で日本歴代2位の記録出したって非常にこう素晴らしい選手なんですが、実はこの私も同じ洛南高校出身の選手なんですね。はい、というところで私からしたらもう本当に直属、まあ被ってはないですけどね、あの同じ高校の後輩がまあこうやって活躍をして、で私は前から知っていてずっと応援していたので、とうとうこの日本のトップレベルまで上り詰めてきたかというところで大変嬉しい気持ちでございますが、今回はですねこの三浦選手の走りというのを皆さんに紹介をしたいと思います。でこの三浦選手はですね、まあ、非常に軽やかで、そしてスピードも非常に持っている選手ですので、この三浦さんの走りをですね少しでもこう取り入れて真似をしていくことによって、私たち市民ランナーにとっても例えばマラソンだったりとかハーフマラソンにおいて、まあ、少し楽にスピードが出たりとか、そういったことにもつながると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。今回も早速三浦選手の経歴をチェックしていこうと思うんですけれども、この三浦選手はですねなんと島根県出身の選手なんですよ。で京都出身ではなくて越境入学で洛南高校に行ったというそんな選手なんですが、私実はですね、まあ、陸上界にも友達がいるんですね。で、まあ、その友達が島根県出身の選手もいて、で今度洛南高校にすごい早く入るよみたいな言われてですね、そうなんだ、三浦っていう子で、知らない知らないみたいな感じでその時は言ってたんですけれども、実は中学時代からですね全国大会では活躍をしていました。まあ、とはいえジュニアオリンピックとか全日本中学選手権ですね、まあ、全中ですね、こういった全国大会に出場するというところで、まあ、決勝に残るっていうレベルではなかったというところではあります。中学時代は全国大会出場レベルだったという選手だったんですが、洛南高校に入ってからはなんと 3000m 障害で才能を開きます。でその 3000m 障害やりだしてからは1年生からですねかなり好記録を打ち立ててはいたんですが、高校2年生の時にはですね8分46秒というタイムを出してアンダー20日本記録、まあ、20歳以下の日本記録を更新するというような成績を出していましたり、あともう高校2年生からですね近畿大会ではもう優勝したりとかですね、で高校って近畿大会ってものすごいこう激戦区なんですよ。でその中で2年生で優勝するっていうなかなかね並大抵のことではないんですけれども、それをこう2年生からやってのけて、ただですね2年生の時のインターハイは失格になってしまうというちょっと苦い過去もありましてですね、まあ、そんな困難を経てですね3年生ではなんと日本高校新記録を樹立しました。でそれがですね櫛部誠司さんという方ですね、まあ、非常に名ランナーで大学駅伝で監督もされてた方なんですが、その方が20年前に樹立した記録っていうのを20年ぶりにぶち破ったというところで、非常にね高校時代から輝かしい実績を持っているようなランナーが三浦龍司選手です。高校時代のベストは8分39秒という記録で、これが日本高校記録として残っているわけなんですが、大学の進路はどこに行ったのかというと 3000m 障害の名門の順天堂大学に行かれました。先輩ではね塩尻和也さんという今富士通にいるんですけれども、まあ、非常に 3000m のもう日本の一番手というような選手がいるんですが、その選手卒業の順天堂大学に行ったというところですね。で順大に行ってからもですね最初のうちはコロナの影響で自宅待機になってたりとかして、なかなか練習が思うようにできなかったというところもあったと思うんですが、先日の北連ディスタンスチャレンジでついに8分19秒という記録を出してですね、日本歴代2位、そして2位とはいえどこれ日本記録まで 0.44 秒まで迫っているというところで、もう日本記録まであと1秒もないんですよ。しかもこの三浦選手まだ19歳ですというところで、まだまだこれから先が楽しみな日本の大ホープというような選手を今日は紹介させていただきます。ということで、これから三浦選手の走りの特徴からお話をさせていただくんですが、当チャンネルではですねあくまで市民ランナー向けの情報を発信していきたいと思ってますので、なかなか市民ランナーの方で 3000m 障害をするという方はいらっしゃらないと思うので、あくまで今回はハードリングについては触れず、走りの特徴というところだけに注目をしてお話をしたいと思いますので、ではどうぞご覧ください。まず三浦選手の走りの特徴についてお話をしていきたいなと思うんですが、私が思う三浦選手の走りの特徴はズバリ雲の上を走るかのような軽やかな走りですね。
雲の上、今ねこの画面にも雲いっぱい映ってますけど、三浦選手もしかしたらこの雲の中のどれかの上を走ってるかもしれないと思うぐらいの軽やかな走りをするわけなんですが、三浦選手はですね本当にこう軽やかで見ていても楽そうに走るんですよ。でも全然しんどくないと。ラストスパートの時でさえあまり力みのないですね、非常にこうスムーズでリラックスした、そして軽やかな走りをされているというのが三浦選手の特徴です。で長距離ランナーにとってリラックスして走るということは非常に大事なポイントなんですけれども、これはマラソンにとってもそうなんですね。市民ランナーで走っていると私もそうなんですが、力んでしまうとどうしてもですね余計に力が入ってエネルギーの消耗が非常に早くて後半持たないとかそういうことがつながるんですけれども、三浦選手のようにですねこの楽に走る、リラックスして走るっていうことを身につけることができれば、かなりですねタイム飛躍につながるんじゃないかなというふうに思いますが、どうやって三浦選手はこのリラックスした走りっていうのを実現しているのかというところにお話をしますが、いくつかポイントを挙げさせていただきます。でまず一つ目のポイントとしてはももをしっかりと上げているというところですね。はい、三浦選手の走りをちょっと見ていると、ももがねしっかりとこう高い位置まで上がっているというところがあります。ももが上がるとですね一歩一歩のストライドっていうのが大きくなりますの でストライドが大きくなるとどうなるかっていうと、一歩一歩のピッチって言って足の回転の速さがちょっと緩やかになるんですよ。でそれによって一歩が大きくなります。で一歩で大きく距離を進めますということなので、非常にですねゆったりしたリズムで走るということにつながります。ももは高く上げるっていうのはしっかり上げる、まあ、これだけでねそういったところにつながっていきますので、それがですね三浦選手のあのゆっとりとした走り、それを実現しているのではないかなというふうに思います。とはいえどうやってももをしっかり上げるのかということなんですが、なかなか走りの中でもも上げみたいに意識をして走るっていうのは難しいと思います。でそこへですねおすすめなのが膝からリードをする走りを身につけるという、それをね身につけていくことでももをしっかり上げていく、まあ、そんな走りに近づくんじゃないかなというふうには思います。で膝からリードするといってもなかなかどうやってやったらいいのかというふうに話になるので、実際にそこでおすすめの動き作りっていうのを紹介させていただきます。でまず重要なのは日々のトレーニングの中で流しを重要視するということですね。で流しっていうのは別名ウィンドスプリントとかこういった言い方もするんですが、全力で走るっていうわけではないんですけれども、 100m ぐらいの距離をですねちょっとこうレースに近いぐらいのペースで走ると、動きもちょっと大きい動きでね走るっていう、そういうことを流しというふうに言うんですけれども、まあこういったものを普段から取り入れている方も多いとは思います。でこの流しにですねどうするかということなんですが、普段より気持ちいい、ちょっと大げさにフォームを大きく、動きを大きく走ると、そういうことを意識することで普段よりですねストライドが広くなります。でストライド広くなろうと、まあ、そういうことをすることによって自然にですね膝からこう足をリードするようなそんな走りに近づいていきますので、この流しをですねトレーニング前にちょっと大きい動きで行うということをやってみるといいんじゃないかなと思います。で具体的なこのやり方についてもですねもうすでに動画を作っておりますので、こちらをまた後日配信予定です。なので今のうちにチャンネル登録をぜひしておいてください。で他にもいろいろ方法がありまして、例えばバウンディングとかもも上げとかこういった動き作りを行うというところです。で上り坂で行うヒルトレーニングというものがおすすめなんですが、これはですね上り坂を使って今言ったバウンディング、もも上げ、ポーンって弾むような動き で着地したと同時に前に飛ぶと、まあ、そういうような動きをすることによって膝から自然に足をリードすると、そういう動きが身につくと思いますし、でもも上げについてもそうですね、膝から足をリードするような動きですので、これをこうもも上げで前に向かって行うということで、非常にそういった動きが走りに身についていくと思います。でこういった動き作りをするというのも一つ手ですね。ちなみにこのヒルトレーニングというものについてはすでに動画を出しておりますので、ここにこんな感じのサムネイルなんですが、概要欄にリンクも貼っておきますので、ぜひよろしければご覧ください。またなかなかお持ちの方いらっしゃらないかもしれないんですけれども、もしあればですねミニハードルという器具を使って動き作りをするというのもおすすめです。でここの写真の通りこんな感じのものなんですけれども、膝下サイズぐらいの、もう足元サイズぐらい、本当に小さいサイズのハードルを並べて 50m ぐらいですね距離を取って、でそのハードルをこうまたいでタタタタタって越していくような、まあ、そんな感じで流しをすると、ミニハードルがあるとですねちょっと膝下の動きをしてしまうと、ちょっとミニハードルに足が引っかかってしまったりするんですよ。でもミニハードルがあることによってそれを超えようとして自然に膝から足をリードする動きっていうのが身につきますので、ミニハードルを置いてのこう流しを入れるっていうのも非常におすすめかと思います。そしてもう一つ感じた三浦選手の特徴なんですけれども、これは非常に脱力したリラックスした走りをしているというところですね。もう三浦選手の走りをですねもう見ているとゆったりとして、本当に序盤にも言ったんですが楽そうに見えるんですよね。ラストスパートの時ですらもうゆったりと走っているという風に見えまして、もう私も三浦選手のようなね走りを意識してジョギングをすることもあるんですけれども、まあそういう風にジョギングをしていると脱力しきってしまって、知らん間にこうファーみたいな感じでですね非常にこう脱力してしまうというところがあります。
でも脱力することによって体の余分な力が抜けてですね、効率よく前に進む力っていうのを生み出すことができますので、非常にこれもおすすめだと思います。じゃあどうやってそのリラックスした走りをしているのかっていうその秘訣なんですけれども、それはですね、まずは拳を高くして腕をちょっと抱えるように振っているというところです。腕を抱えるように振る、なんでこれが秘訣なのかっていうと、拳を高くすることによってこの手元でですねリズムを取りやすくなるんですよ。で走るリズムを取りやすいので、タッ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 といいリズムで走る、ゆったりとしたリズムを作り上げて、それでですねゆったりとした走りにつなげているというところはあると思います。しかし一方で腕をこう抱えるとちょっとどうしても力みがちになってしまうという、そういう傾向はどうしても否めないと思います。なのでそこでおすすめなのが、三浦選手もそうなんですが少し脇を開いて腕を振ってます。最近紹介している選手、脇を開きましょうと言ってることばっかりなので、また同じこと言ってるじゃないかと言われるかもしれないんですけれども、非常にですねこう三浦選手も脇を開いた走りが特徴的です。ただこう脇を開く締めるっていうのは正直ですね、これは合う合わないっていうのがありますので、これが合わないなという方に対してもう一つ、お伝えをしておきますと、これは非常におすすめなんですけれども、手首より先はすごい脱力しちゃうんですよ。ブラン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 ってしちゃいましょう。手首を先をこう力を抜いて腕を振る。でこれやるとどうなるかっていうふうに私ちょっと実演しますけれども、こんな感じになります。わかりますね。こんな感じ。こういう腕振り、まあこれはちょっと大げさかもしれないですけれども、三浦選手の走りを見ていても意外とですね、後ろから見るとこんな感じになります。ちょっと見てください。わかりますかね。ちょっと手首先がブラン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 っていう感じになっている傾向はありますので、これをすることによってですね、余計に力がね、こう肩周りとかに加わらないので、走りが非常にこうスムーズに安定するというところはあると思います。これはですね、非常に明日からでもすぐ真似できるポイントなので、腕振りの時にちょっとこう手首の先をですね、いつもグーで走っているという方はなおさらちょっとパーにしてブランブランとすると非常にリラックスした走りにつながるんじゃないかなと思いますので、ぜひどうぞお試しください。はい、ということで最後三浦選手の走り特徴について話をまとめていきますが、三浦選手の特徴としてはもう雲の上を走るかのような軽やかな走り、これが三浦選手の特徴かと思います。そして三浦選手のような走りになっていくために大事なこととしては、まずはももをしっかりと上げるというところですね。でももをしっかりと上げるためには膝から足をリードするという、この感覚を身につけていくことです。そのためにはですね、まずは日々の流しというトレーニングの中でちょっと大げさめに動きを大きくしてみたりだとか、あるいは上り坂でのヒルトレーニング、バウンディングやもも上げ、こういった動き作りをやってみたり、お持ちの方はミニハードルなんかもやってみるといいんじゃないかと思います。そしてもう一つの特徴としてはですね、もう非常にリラックスした脱力走りをしているというところが特徴的なんですが、これを身につけるためにはですね、まずは拳をちょっと高く持って腕振りのリズムを安定させるというところで、それが1点と、まあこれが合うという方は脇をちょっと開いて腕を振ってみると、これも試してみてもいいと思いますし、簡単にできることとしては手首より先をブランブランとして非常に脱力して走るというところを試してみてもらったらいいと思います。まあ、リラックスしているっていうのはそもそもあまり意識するっていうところではなくて、リラックスしてる今って思っている時ってリラックスしないですからね。手首を先をブラーンとして体の芯からリラックスするような、そんな走りを身につけてみてはどうかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。私のランラブチャンネルではこのように毎週トップランナーの走りを研究して皆さんにお伝えするような企画もやっておりますし、他にもランニングのトレーニングだったりとかいろんなお話もやっておりますので、ぜひこの期間にチャンネル登録をお願いいたします。そしてすでにチャンネル登録いただいている方、本当にありがとうございます。皆さんの応援のおかげで私今日も頑張って動画を撮ることができましたので、また引き続きよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。